これからヘラの木についてお話します。まずこのヘラの木の花はですね、6月から7月頃に花が咲きます。次に常緑樹か落葉樹かに分けますと落葉樹の仲間になります。また大きさですが、通常高さが10メートルくらいになるんですが、中には高さが15メートル以上に大きくなるヘラの木があります。次に成長が早いか遅いかを分けますと成長が早い仲間になります。また剪定の通りですが、このヘラの木は強い剪定をすることができます。それを踏まえまして剪定のポイントですが、ヘラの木の枝がですね、1年に1メートルか2メートルぐらい枝が伸びた場合は、その伸びた部分の枝を切り戻して形を整えることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。